WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、いよいよ開始のゴングを迎えます。チャンピオン佐藤陽太、トレーナー新井トレーナーの言葉に軽くうなずきました。チャレンジャーはタイのシーサケットソールンビサイ、タイの KO、 日本の佐藤陽太さばききれるか。そして日本男子ボクシング界の鬼門、タイの地で見事防衛を果たすことができるのか。佐藤陽太の3度目の防衛戦、敵地タイに乗り込んでの試合となります。気温40度前後を毎日記録しているこのタイ、その暑さの中での試合ということにもなります。さあ第1ラウンドのゴングが鳴らされました。まず両者グローブを合わせました。お、シーサケットはスイッチが得意という情報だったんですが、早速変えてきましたね、矢垣さん。はい、あ、左のストレート伸ばしてきます。これはやはりシーサケットとしてはまずこう攪乱しようというようなことなんでしょうか。そうですね、はい、右のストレート伸ばしていく、まあ、ゆっくり動きを見ていた方がいいかもしれないですね。ただ佐藤はその試合の流れを読むのも非常に定評がありますよね。そうですね、相手の動きを見るのはやっぱりすごくうまいんで、はい、まあ、しっかり見極めていてほしいですね、はい、そしてノーガード、軽く手をくるくるっと回して歩きました。これがマジカルボックス変幻自在、まあ、やはりアウェーで会場の空気もあるだろうから相手を飲むくらいのつもりでボクシングをしたいと言っていた佐藤。ちょっとここも小刻みな変則的な動き、矢垣さん、やはりこのトリッキーな動きされると、まあ、相手としてはやりにくさあるんですか。そうですね、やっぱりボクシングじゃない動きなんで、はい、はい、やってる方がやっぱり嫌ですね。まあ、佐藤もこれは、まあ、パフォーマンスのように見えるのが駆け引きなんです、これも全て戦術のうちだというふうに。ああ、左、やはり一発のパワーはやはりありそうですね。そうですね、どんどん出てきますね、はい、この試合のレフェリーはイタリアのキャバレリさん、そしてジャッジはアメリカレイジェスさん、マッケイさん、メキシコのゲレラさんです。じゃ立ち上がりのこのチャンピオン佐藤の動き見てどうですか。そうです、思ったよりもその足を止めている感じはしますね。あまり強烈な左、はい、ガードを固めない方がいいかもしれないですね。動いて足使ってジャブついて、ボクシングしてほしいですね。テリボディ、はい、シーサケットどんどんプレッシャーかけてきますね。サウスポーで序盤から来ました。もともとは左利きで、まあ、最初にムエタイのジムに入った時にオーソドックスの構えを教わってなんとなく続けていたが、今のジムに移籍してから、まあ、スイッチを覚えたと。このスイッチで KO の山を築いてきた強打のシーサケット。ただ一応佐藤はまあ見えてはいますよね。そうですね、はい、ガードこの流れはよくありません、はい、そうです、あんまり足止めない方がいいです、ね、ワンツー、今うまくサイドに回り込んでワンツー叩き込んできました。そして左ちょっと空振りになりました。ただ手は出てますね。そうですね、あ、飛び込んでくるのはシーサケット。あ、左、これは相手のリターンが早いんで、はい、内割り気をつけたいですね。内割りに注意ということですね。またシーサケットがコーナーに詰めてくる。佐藤が体を入れ替えました。チャンピオンシルバーのトランクスに緑のラインジャブを繰り出していく。今の距離ですね、今の距離でボクシングしていてほしいですね、はい、これで飛び降りたシーサケットロープに詰められたチャンピオン。いや、今ちょっとヒヤリとしました。そうですね、やっぱりパンチあるんで、はい、スリルありますね、はい、第1ラウンド残りわずか、身を放っていく佐藤。チャンピオン右のストレートを伸ばしていきます。このリーチを生かしたボクシング、これを続けていきたい佐藤。ここで第1ラウンド終了しました。 WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、王者佐藤陽太の3度目の防衛戦、敵地タイに乗り込んで試合を行っています。この放送の解説は WBC 世界フライ級チャンピオンの矢垣明さんです。いや、第1ラウンド振り返っていかがでしょうか。そうですね、想像以上にシーサケット選手前に出てきて、はい、危ない場面もあったんで、はい、もっと集中していってほしいですね、はい、あ、ここの第2ラウンドも立ち上がり接近戦になったところ、やはりシーサケットが強打を打ち込んできました。おっと、ちょっと足を滑らせました、第2ラウンドもサウスポー、まあ、スイッチが得意だという情報があったんですが、試合の立ち上がりからサウスポースタイルを取っていますシーサケットソールンビサイ、まあ、シーサケットとしてはこのサウスポーの距離が、あ、左左左、シーサケットの左が飛んでくる、もう一度
ここリターン返していくチャンピオン佐藤陽太、ちょっと審査ゲットに矢口さん押し込まれてますね。そうですね、あの距離が審査ゲットの距離ですね。はい、佐藤としてはもう少し離れて戦いたいわけですよね。そうですね、まあ、国内屈指の安定王者の呼び声も高い佐藤、まあ、やはりジャブを起点にして距離を取っていく、まあ、今のようにですね、はい、ジャブを出していくのが佐藤のスタイルです。それを何かさせない、やらせないものがシーサケットにあるんでしょうか。サウスポースタイルから来る、はい、パンチなんで、はい、ちょっと距離の取り方が微妙になってくるんですよね、はい、なので早くそこをこう修正して、はい、自分の距離を掴んでほしいですね、はい。まあ、佐藤もうまくリズムに乗っていけば、まあ、本人はKO が予告とかそういうことはしないんですが、まあ、しっかり畳み込んで KO も取れるボクサーですからね。そうですね、パンチはあるので、はい、タイミングさえ合えば倒すと思います。さあ第2ラウンドも残り半分となります。足を使って距離を取っていくチャンピオンシルバーのトランクス佐藤優太、ここはコーナーに詰めてシーサケットが連動で来る。シーサケットのボディストレートへガードしている、ガードして、あ、ちょっと絡まっている。やはりまあ、うミンストレートリターン狙ってきました佐藤優太。近い距離は、あ、右、これはいいカウンター、いい右入りましたね、はい、チャンピオンのカウンターが決まりました。目を押して右打ち下ろしていく。まあ、やはり相手のホームタウンですから、この場内の空気もありまして、判定が多少相手有利にいくことも考えられますよね。そうですね、はい、それをもっときっちりやはり序盤から取っていきたいですよね。そう、明確にポイントはピックアップしていきたいですね、はい。まあ、そういった点で、あ、左のボディ、あ、ミラーショートが来ました。シーサケット、いや、ショートレンジはうまいですね。うまいですね、はい。ここも左、シーサケットの左、剛腕がチャンピオンを襲う。パンチの回転が思ったより速いですね。右、これは相打ち気味になりました。左を振ってくるシーサケット、右上がり左、あ、ここもちょっとガードして耐えるような形になりました佐藤。チャンピオンの佐藤陽太、大会、この試合の4日前に3番目の息子が誕生しました。息子さんのためにベルトを持って帰りたい佐藤。あ、ここもニュートラルコーナーにシーサケット詰めてきて、アッパーアッパー、ショートレンジ打ってくる左ボディ、チャンピオン。ちょっとこの第2ラウンドは手勝ちでもシーサケットが上回ってますか。そうですね、接近戦が多いですね。シーサケットの距離での戦いになっています佐藤。ここは突き上がりで組み違えないんで、はい、距離を取ってほしいですね。ここで第2ラウンド終了しました。第2ラウンドはチャレンジャー、地元のシーサケットが勢いがありました。さあ、ここから佐藤がどう作戦を練り直していくんでしょうか。 WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、チャンピオン佐藤陽太、日本人が世界戦で一度も勝ったことがないこのタイに乗り込んでの3度目の防衛戦となっていますが、矢口さん、はい、相手のシーサケットソウルンビサイもショートレンジが非常にうまくて圧力ありますね。そうですね、プレッシャーもあるんで、はい、跳ね返すくらいパンチ出すか、もしくは距離をしっかり取ってほしいですね、はい。第3ラウンドが始まっています。日本人が未だ17戦して、あ、ここでレフリーに注意が与えられました。今のはどうしたんでしょうか。手を伸ばすなっていう、ことだと思うんですけど、はい、やっぱりそういうのもホームなんで、はい、そういうのもあるのかなっていう、ね。なるほど、まあ、通常の試合では気にならない程度でも、そうですね、アウェーであるがように注意されて、はい。このラウンドはしっかり距離を取っているチャンピオンです佐藤陽太。日本屈指の安定王者とも言われるこの佐藤、3度目の防衛戦敵地に乗り込んで、日本男子ボクシング界の鬼門とも言えるタイでの初勝利、日本人としての初勝利を目指しています。いえ、さあ、この第3ラウンドの動きはいかがですか。あ、そうですね、少し距離を掴んできたかなっていう感じですけど、やっぱり今のような近距離は、はい、ああいう展開にはなってほしくないですね。左ボディ、ちょっとシーサケットの足を滑らせた、右を返していくチャンピオン、チャンピオン右左から右ストレート、あー、しかし足がよく動いています佐藤です。あー、しかし右、シーサケットの右が来た、そして左、右のパーク、シーサケットの右の左、短距離ショートレンジの連打。いやー、シーサケットのこのパワフルさ、目下17連勝中のハードパンチャーシーサケット、ありますね。またコーナーにロープに佐藤が詰められています。これ佐藤がこの距離を取れない理由って何があるんでしょうか。やっぱり、はい、左から右、あれだよ、くる、はい、詰められた、ワンツースリー、
連打が来る。プレッシャーもあるんですけども、はい、やっぱりその今日は少し足が動かないですね、まあ、タイということもあって暑いのかなというのもあるんですけど、そうですね、いつも以上に足が止まってますね、はい、まあ、日本は気温が大体、まあ、平均して20度前後の日が続く中、よ平均40度のタイに、ああここで左強打が来る。チーズゲットの強打、チャンピオンピーチ、チャンピオン詰められた。コーナーサイド、ここで体を入れ替えましたが、まだシーサケットの強打を襲ってくる。場内も異常に盛り上がっています。あ、ここでガード一辺倒になっています。佐藤、ちょっと危ない。ダメージもありますか。そうですね、コツコツ当たられるんで、フリンチするなり、ちょっと佐藤は手が出ない。ここでレフリーが間を分かちました。ボディーに行く、もうくっついてもいいんで、はい、あの自分の距離、自分の距離ですね。あ、右離れ際、シーサケットの右が飛んできた。チャンピオンもここでうまく返してほしい。ちょっと佐藤らしくないですね。そうですね、マジカルボックスの異名とその変幻自在さを出させてもらえていません。チャレンジャーのシーサケットソールンビサイ、ここで第3ラウンド終了。タイで佐藤が苦しんでいます。さあチャンピオン、ここから反撃に期待したい。WBC 世界スーパーフライ級チャンピオン佐藤陽太、3度目の防衛戦は敵地タイでの一戦となっています。チャレンジャーはシーサケットソールンビサイ。さあ第4ラウンドが始まりました。 WBC ですから、まあ、このラウンドの後に公開採点もあるわけですが、八重樫さん、はい、ここまでの佐藤の戦い、あ、ここもショートレンジ打ち込まれていますが、佐藤の戦いどうでしょうか。ちょっ と, あと佐藤選手らしくないっていうのはありますね。まあ、でもそれくらいそのプレッシャーが強いのだと思うんですけれども、はい、あのこういう展開はあまり良くないですね、はい、何かこう打開策が欲しいですね。そうですね、あの打ち合うなら打ち合うで開き直って打ってもいいと思うんですよね、はい、もともとスイッチが得意という情報は入っていましたので、サウスポーとのスパーリングを重ねてきた佐藤陽太、2階級3階級上の選手ともやって、この圧力のある選手の対策も取ってきているんですが、あ、ここは遠い距離からシーサケットを飛び込んできた。佐藤も右を打ち返していく。この試合はずっとスタイルを貫いているチャレンジャーのシーサケット、対してチャンピオンの佐藤、ガードを固めてここも体を入れ替えました。あー、パークル左、シーサケットの右から左、ちょっとガードする場面が多いですよね。そうですね、あのガードの内側からアッパーを突き上げられてるんで、左、はい、あの距離はまずいですね、はい、左距離から左のストレート、ストレートで来る。シーサケットが押しています。佐藤離れて右のストレートを打ち込んでいく。そして頭を振った。やはりまあ佐藤持ち味であるこの動きの良さ、もう一度ここで取り戻してほしいですね。そうですね、あの一旦リセットしてジャブから組み立てていくのもまあありだと思うんですけどね、はい、右のストレート、敵地タイに乗り込んでのこれはスリップです。まあタイのリングは滑りやすいこともあるということで、滑りにくいシューズも用意しました佐藤陽太。さあここでジャブから右のストレート、ボディ、さあここは佐藤も打っていきます。右のストレート、まあ、状況の判断力というのは佐藤、あ、左フックもらった。また前に来るのはシーサケット、自分の出身地シーサケット、その地名をリングネームにするシーサケットの猛攻。あ、離れ際右左のストレートで来る。ここはチャンピオン距離を取ります。さあ第4ラウンド残りわずかになりました。ちょっとシーサケットも少し今戦い方変えてきましたか。そうですね、まあ、でもサウスポーが有効ということで、はい、このサウスポーから多分パンチを繰り出してくると思うんですけど、はい、ちょっとファルレンダー、はい、やっぱり距離が近いっていうのが、これはシーサケットの距離になってしまってるわけですね。そうですね、あ、右ゲルボディ右ボディ連打、あ、チャンピオンちょっとこれはロープを背負ってボーズ一本。第4ラウンド終盤、もちろん左シーサケットの右大きく打ってきた。リング中央に逃れましたチャンピオン、ここはガードを固めてなんとかこの第4ラウンドを過ごそうということか。ロープを背負っている佐藤、見え左、ここで第4ラウンド終了しました。ちょっと首を軽くひねった佐藤陽太、こんなはずではなかったというような表情です。さあこれからどのように試合を組み立てるか。 WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、 WBC ルールに伴いまして、公開採点が第4ラウンド後行われましたが、いや一人は5点差つけてますね。5っていうのは何なんですかね。ダウンはなかったんですが、そうですね、
さあただ三者三様に審査結果指示、八重樫さん、この採点を見た上でこの後佐藤はどんな戦いをすればいいんでしょうか。戦い方を変えるか、はい、もしくはもう一度リセットして自分のボクシングをするかですね、はい、今ちょっと足を止めて、くっついても戦う姿勢を、はい、があるのかなと思うんですけど、はい、打っちゃうならガードを固めて、はい、アッパーなりボディなりしっかり打っていってほしいですね。攻撃力は佐藤もありますからね。そうですね、まあ、そして佐藤の、まあ、持論としては近い距離の方が相手のパンチも大振りにならないから強打がそんなに来なくていいと、はい、遠い方が踏み込んでくるから強いパンチは来るんですよということも言っていました。あーで右シーザケットの右が来ました。そして左アッパー、この距離で勝負するのは手数で負けないことですね、はい、相手以上に、あ、右のアッパー打っていく佐藤、チャンピオン、チャンピオン打っていきます。これはもう至近距離で打ち合いに行こうというような作戦と見ていいですか。そうですね。あ、少し細かい連打はシーザケット、チャレンジャーです。チャンピオンの距離を取ります。リターン打つことですね、そのあたりのテクニックを持っています佐藤陽太、チャンピオン。ちょっと滑るんですかね。あ、足元時々ちょっと気にしますね。この試合両者その足を滑らせて転倒する場面がこの試合見られています。いや、やはり日本人が未だかつて50年間世界戦で勝てていないというだけあって、やはりタイは合わす、いい場面を作りました。チャンピオン佐藤陽太にとっても難しい試合なんですね、はい、やっぱり今、はい、そのガード固めてますけど、はい、少年場だと思うんで、はい、しっかりこらえてポイントをしっかり取っていってほしいですね。そうですね、なんとしてもまず流れを変えたい右のボディ、ナイスボディですね。右、これはうまくスリッピングアウェイかわしています。左を吹く、とにかくこの至近距離で左を連打してくるシーサケット、チャレンジャーの圧力。あ、これでチャレンジャーがまた足を滑らせました。この第5ラウンドの戦いを佐藤どうですか。そうですね、さっきのラウンドよりかはその、はい、足を止めてガードを固めて、打つというのはできているんで、はい、何をするかしっかりこう明白に、はい、決めて打ちましてほしいですね、今のままでちょっと中途半端なんで、はい、またこの肩をぶつけ合うような至近距離ショートレンジ、ここから左を打っていくチャンピオン、道の下魂、地元岩手ベルトに背負っています。その地元岩手の応援も受けてこのタイの試合戦います。あ、左をもらった、シーサケットがロープ際に詰めてチャンピオンを攻め立てる、体を入れ替えたチャンピオン佐藤陽太、蹴り足、まず右のストレート、シーサケットをうまくボディーワークでかわしています。左に飛び込んでくるシーサケット、右、ここで第5ラウンド終了しました。ここも軽く首をひねりましたチャンピオン。WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、チャンピオン佐藤陽太の3度目の防衛戦、敵地タイでの試合、対するは17連勝中18勝のうち 17KO というハードパンチャー、シーサケットソールンビサイです。シーサケットが望んだその接近戦がこの序盤から続いているこのタイトルマッチ、八重樫さん、はい、さあここから序盤はそのポイントでも公開採点で佐藤を劣っていますが、ここからの組み立てですね、はい、そうですね、ここから勝負ですね、はい、まあ、シーサケットはハードパンチャーで、まあ、KO がほとんど KO 勝ちなんですが、はい、その分早く試合が終わることが多くてですね、はい、実は6ラウンド以上の試合をほとんど経験していないんですよね。ああ飛び込んでくる、はい、やっぱりスタミナ面今結構飛ばしてるんで、もしかしたらどっかでガクッと落ちるかもしれないんで、はい、見逃さないでしっかり詰めていってほしいですね。やはり世界戦の12ラウンドというのはシーサケット、まあ、もともと未知の世界、プレッシャーもあるでしょうから、この辺りから駆け引き重要になりますね。そうですね、佐藤はここまで2度の防衛、通算3度の世界戦を経験しています。その経験値が生かされるか、また近い距離でボディ細かく当ててくる、右、右のストレート打ち込んでいくチャンピオン、そして動く、もう一度右、これはかわされた。ただまあその KO の山を築いてきたようなそのシーサケットの大振りのパンチ、本当に危ないなっていうようなパンチはもらってないですよね。そうですね、本当に近い距離でコツ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 やってるので、そこまでのパンチはないと思うんですけど、はい、ただちっちゃいアッパーは本当になんていうかいやらしいパンチなんで、できればもらいたくないですね、はい、あ、右ショートレンジ、あ、左ボディ、そうですね、今のボディいいですね、はい、まあ、佐藤はこの左のボディやフック、まあ、出稽古先のボクサーからも本当出所が分かりにくいあの左なんだよななんて言われていましたが、
徐々に、まあ、佐藤の良さも出始めていると見ていいでしょうか。そうですね、少し距離掴んだ感じがあるので、はい、ただ打ち合いくっついた時にその小さいのはいらない、はい、もらわない方がいいですね、はい、試合中の作戦や戦術の変更能力、修正能力も高いのがこの佐藤陽太、まあ、いわゆるボクシング IQ より高い選手なんて言われますよね。そうですね、ボクシングの最大から右、はい、頭のいい選手なんで、今のボディもナイスですね、はい、いい左のボディが入っています。ボディ効きましたね。あ、効いてますか。ちょっと嫌がった顔してるんで、はい、フェイントかけて、はい、どん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 ボディ打っていきたいですね。さあ、この左の右のストレート、左のボディを突破口にするか。第6ラウンドも残り30秒、今度はシーサケットが前進してきて、またコーナーサイドにチャンピオンを詰めようとしました。まあ、クリンチで休むところは休んだ方がいいですよね。そうですね、距離が近いので、はいはい、少しクリンチしてもいいと思います、ね、あ、ミノパー、遠い距離からのストレートアッパーを見せていったチャンピオン、右のストレート、179センチのリーチ、スーパーフライ級でも非常にこの背も高くリーチの長い佐藤陽太、チャンピオン見寄っていく。シーサケットも前進、どんどん距離を詰めて圧力を強めてきます。ここで第6ラウンドが終了しました。WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、佐藤陽太3度目の敵地タイでの防衛戦はこれから第7ラウンドに入ります。さあ、八重樫さん、はい、徐々に佐藤もちょっと掴んできたかなという感じありますね。そうですね、さっきのラウンドはいいボクシングしましたね、はい。まあ、事前の予想、大方の予想ではアウトボクシングで佐藤が完封するのではないか、そう見られていましたが、ただ佐藤自身がボクシングは始まってみないとわからないと言っていましたからね。本当にその通りになりましたね。その通りになりましたね、はい。ただまあ、その点競泳ジム佐藤陣営油断はありませんでした。当然接近戦になる展開もあるから、その準備もしていると新井トレーナーも言っていました。そしてこの後半戦は佐藤に、しかし至近距離からタイのシーサゲットの強打が襲ってくる。右打ち返すチャンピオン、ただショートレンジもしっかり打ち返してますよね。そうですね、打ち返すことは大事なんで、はい、しっかりリターン打ってから動くことですね、はい。ジェリオボディ、この前のラウンドからこの左のボディはよく決まっています。そして八重樫さんからもこの左のボディ効いているんじゃないかというような意見もありました。まあ、そのあたり佐藤も分かっているということですね。そうですね、はい、でも本人が一番こう何をしなきゃいけないかというのは分かっていると思うんで、はい。さあ、この第7ラウンド、試合も後半に入っています。マジカルボックス佐藤陽太、一体どんなボクシングをここから繰り出していくのか。左を振っていく、右、徐々にこのこう中盤以降佐藤の手数も増えてきました。我慢比べなんで、はい、しっかり気持ち出していってほしいですね、はい。アッパー、シーサゲットがこの至近距離からうまくアッパーガードの間から打ってきます。右打っていくチャンピオン、至近距離からもうシーサゲットがパンチを一発打つたびに場内は非常に盛り上がります。さあ、肩をぶつけ合ってからワンツースリーフォー、コンビネーションでいく右のアッパー、佐藤も狙います。チャンピオン、ここはクリンチでシーサゲットがしのぎました。アボディブロー、シーサケットの前進、左カウンターの距離合わせましたが、シーサケットの前進。さあ、残り1分の第7ラウンド、いやー、シーサケットよく手が出ますね。そうですね、はい、相当下にありますね。下にありますね。第1ラウンドから飛ばしてきているシーサケット、まだこの勢いです。ただここは冷静にチャンピオンもガードを固めて見ていますが、あ、ちょっとボディブロー、ボディ、シーサケットボディ、ね、ちょっとこれ危ない、チャンピオンピンチ、チャンピオンピンチ、右のストレート、シーサケットチャンピオン返せるか、左、シーサケットの左、強打が飛んでくる、ワンツースリーフォー連打、チャンピオンどうだ、ボディーワークでしのぐ、チャンピオン追い詰められた、ロープを背負っているチャンピオン、ちょっとこのロープを背負っている時間が長くなっています。まだシーサケットは行く、一致してほしいですね。そうですね、チャレンジャーのシーサケット、左、画面取られた、あー、チャンピオン大丈夫か、チャンピオンピッチ、チャンピオンピッチ、シーサケット連打、シーサケット連打、佐藤も右を返す、右、相打ち気味になりました。さあ、コーナーに詰めてシーサケット、まだ圧力をかけていきます。ここで第7ラウンド終了、苦悶の表情のチャンピオン。いやー、八重樫さん、はい、今の第7ラウンドの最後は、そうで
ですね。ちょっとガード長いですね、まあ、まともにはもらってないんで大丈夫と思うんですけど、待つ球ってちょっときつそうですね。はい、パンチによるダメージだけではなく、その暑さもやはり相当影響はありそうですね。そうですね、まあ、これがアウェーでの戦い、未だかつて日本人男子ボクサーが世界戦タイで勝ったことはありません。0勝16敗、鬼門のタイ。さあ矢毛さん、試合もいよいよこう終盤に入ってくるわけですが、はい、佐藤のこの後のポイント何でしょう。そうですね、打ち合うならしっかり打ち合って、はい、カウンター狙っていてほしいですね。やっぱり打ち気になってる選手なんで、はい、カウンター取りやすいと思うんで、ピンポイントで打ったらもしかしたら倒れるかもしれないですね。確かにこう佐藤に対してまずシーサケットかなり来ていますからね、はい、カウンターは一つのポイントになるかもしれません。 WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、佐藤陽太3度目の防衛戦、第8ラウンドに入っています。終始サウスポー右、またこのラウンドもシーサケットがどんどん前進してきます。スイッチが得意のこのシーサケットはずっとサウスポースタイルでこの試合進めています。またコーナーを背負いましたチャンピオン佐藤陽太、まあ、ただこのトリッキーなボクシングが持ち味の一つですが、ここでまあノーガードで足を使って距離を取って右のアッパー、こういう動きが出るとちょっとまあ佐藤リズム出るかなというような期待もできますね。そうですね、足を使えばもう佐藤の距離です。シーサケットの、シーサケットの届かない距離でパンチを当てる。あ、今度はシーサケットの距離ショートレンジになりました。左、これは空振り右、追い打ち、しかしこれはうまく相手のパンチの勢い殺しています。ディフェンスの技術の高さも誇るチャンピオンの佐藤陽太、ミロパーワンツーから、あ、今度は佐藤として迎え撃ちます。あ、左強打をねじ込むようにしてシーサケットがショートレンジパンチを打ち込んできます。第8ラウンド、左ワンツースリーフォー、シーサケットの連打、ゴディバーレフリー止めた、レフリー止めた、チャンピオン佐藤陽太陥落。またしても鬼門タイで世界戦日本人初勝利となりませんでした。シーサケットソウルンビサイが地元の大声援を受けて佐藤陽太からベルトを奪ってみせました。いやー、八重樫さん、はい、いやちょっとあまりこういう状況は想定してなかったですね。まず試合展開としてここまで佐藤がやられるとは。そうですね、サケット見事な KO 勝利、佐藤陽太無念。いやー、まさかの KO 負け。佐藤陽太も、まあ、ボクシングは何が起こるかわからないと言っていました。十分シーサケットは怖いんですと言っていました。悪い方にその言葉が出てしまいました。そうですね、まあ、もちろん、シーサケットも地元で気合入ってたと思うんですけども、はい、まさかこういう展開になるとは思わなかったですね、はい、佐藤はどういった部分が一番こう出し切れなかった部分なんでしょうかね。そうですね、やっぱり足が1ラウンドからそんなに動いてなかったので、そうですね、そこなのかなとは思うんですけれども、まあ、世界タイトルマッチですと事前のイベントもあるので、まあ、1週間ほど前から、ね、こう入りますので、ちょっとタイに1週間滞在した影響があったかもしれません。3度目の防衛戦、第8ラウンドに入っています。終始サウスポー右、またこのラウンドもシーサケットがどんどん前進してきます。スイッチが得意のこのシーサケットはずっとサウスポースタイルでこの試合進めています。またコーナーを背負いましたチャンピオン佐藤陽太、まあ、ただこのトリッキーなボクシングが持ち味の一つですが、ここでまあノーガードで足を使って距離を取って右のアッパー、こういう動きが出るとちょっとまあ佐藤リズム出るかなというような期待もできますね。そうですね、足を使えばもう佐藤の距離です。シーサケットの、シーサケットの届かない距離でパンチを当てる。あ、今度はシーサケットの距離ショートレンジになりました。左、これは空振り右、追い打ち、しかしこれはうまく相手のパンチの勢い殺しています。ディフェンスの技術の高さも誇るチャンピオンの佐藤陽太、ミロパー
ワンツーから、あ、今度は佐藤が手を出して向かい打ちます。あ、左左、強打をこうねじ込むようにしてシーサケットがショートレンジパンチを打ち込んできます。第8ラウンド、左ワンツースリーフォー、シーサケットの連打、ここでレフリー止めた、レフリー止めた、チャンピオン佐藤陽太陥落。またしても鬼門タイで世界戦日本人初勝利となりませんでした。ここで現地の金平会長と電話がつながっています。金平さん、お疲れ様でした。あ、どうも金平です。残念な結果に終わってしまいましたね。そうですね、ご視聴の皆さん、本当に日本の皆さんすいませんでした。ちょっと、リングに上がるまではすごくいい感じで上がれたんですけど、まあ、バンズが鳴ったらいつもの佐藤優じゃなかったなっていう、多分同じ感想を持たれてると思うんですけども、私もそういう感じです。何がこの佐藤の良さを出させてくれない要因だったんでしょうかね。いや、何が違うっていうのもなかったし、全部想定内だったんですよね。暑さとか歓声だとか、はい、もちろん23年前にユーリがやった時よりは全然良くなってるなって気分でいたんですけどね。はい、はい、なんで暑かったからとかいうのもなかったですし、まあ、強いて言えばシーサケットがサウスポーで来たっていうのはちょっと考えてなかったですけども、はい、はい、あとは全部想定内でした。しかし佐藤優太がやっぱり動かなかったですね。かなり序盤からもう足が動かなくなっちゃったんで、サウスポーが下が出なかったということです。まあ、その動けなかった理由が何かあるのかもしれませんが、はい、敗因を挙げるとすればそこであると、そうですね、だからもうらしくないボクシングになっちゃったっていう、でそれをですね、やっぱり、アウレの手にはしたくないですよね。あ、はい、だからまあ今日は佐藤陽太のボクシングができませんでしたということで、あとはまあ序盤、サウスポーに構えた時の左ボディストレートを先にもらって、それがちょっと嫌だったかなっていう、そこからはずるずるっと、まあ、向こうは当然そのホームですから、その大歓声に押されて元気が出ちゃったなっていう感じですね。途中いい場面もあるかなと思ったんですけど、やっぱりちょっといつもの佐藤優太のキレもないし、もう足が止まった時点で佐藤優太ではないですから、はい、そういうことだと思います。放送席には、八重樫明さんが来てくれています。はい、八重樫さんも金平さんに一言なんかあれば。金平会長、お疲れ様でした。あ、どうも、ありがとうございます。すいませんでした。あ、どうでもいいです。やっぱりヨタ足止まってましたね、1ラウンドから。そうですね、足がもっと動く選手だし、もっとこう柔軟にね、いつものパフォーマンス的なボクシングも彼のいいサインなんですけどね。そうですね、やっぱりそれもできなかったから、はい、やっぱりさがなんかいつもの状態じゃなかったら、ね、そうですね、はい、はい、まあ本当にね、まあもっと伸び伸びとやるのが佐藤陽太なんだけど、あとやっぱりね、オープニングヒットをね、取りに行くイメージあったんですけど、オープニングヒットが取れなくて、向こうに、そうですね、向こうがどんどんプレッシャーかけてきたんで、そうですね、もしもし、はい、あ、どうぞどうぞ、まあオープニングヒットが取れなかったんでね、僕はリズムが狂ったなっていうのと、ただね、それも含めて、はい、まあ、今日はこれ乾杯ですね。あ、どうもお疲れ様でした。金平さん、お気をつけて皆様お帰りください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。まあ、ただ佐藤陽太選手、非常に力のある選手ですからね、まあ、今後再起も期待したいですね。まだまだできると思うんで、はい、はい、期待したいですね。さあ、そして八重樫さんも今後の予定など何かあればお願いいたします。はい、そうですね、まあ、まだ決まってないんですけど、多分指名試合になるとは思うんで、しっかり頑張りたいと思います。はい、そちらも期待しておりますので、はい、日本のボクシング界引っ張ってください。はい、はい、WBC 世界スーパーフライ級のタイトルマッチ、佐藤陽太3度目の防衛戦は敵地タイに乗り込んでのものとなりました。しかし残念ながら8ラウンド、レフェリーキャバレリが1分23秒 TKO ストップとなりました。さあ、3日後には八重樫さんの先輩の内山選手、そして河野選手のダブルタイトルマッチ、テレビ東京系列で放送となります。八重樫さん、ありがとうございました。